けるい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 ける乗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 るよし乗れたスキップしていいっすかパンあ村っぽいですねあ着いたやっと着いたかかりこ村なんだ太郎に日の教えあ宝箱がいきなりあるよ何が出るかな護身の盾結構強いじゃあこっちは何が出るかな斬新の木立シーカー族の伝統的な片刃の剣かなよしオッケーじゃあ行くかんこれ何したらいいのうわ、なんか、これガーディアンか？ちょっと待って。敵の攻撃を横飛びで避けて、その隙に攻撃を加えよ。横飛び？敵の攻撃を横飛び？あ、横飛び。敵が縦に振りかぶったときは横飛びでかわす。注目中にジャンプ。あ、なるほど、ジャンプ。横移動しながらジャンプ。横飛び。壊れてるよ、君。こうかな？あ、こうか。ちょっと待って、武器変えていい？で盾もちょっと心もとないな攻撃してきたら横飛びでこうかあ敵の攻撃をタイミングよくジャンプしながら避けると回避ジャストが発動するこうかラッシュ攻撃はい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 おーすごいすごいすごい超級武神破損敵の攻撃を爆中で避けてその隙に攻撃を加えよ爆中後ろに回避かなうん、後ろに回避ですね。後ろに回避。こうか。来い。来い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 。はい！どうだ？超級武神破産！はい！まだ壊れんの？敵の攻撃に合わせて盾を突き出し、その攻撃を弾け。あー、なるほど。パリーができるってことかな。ジャストガード。あー、ガードジャスト。タイミングよく盾を突き出すと相手の攻撃を弾ける。盾を弾く。オッケー。怖い怖いほっん今できたんかなほっ違う丸ボタンだよねはい違うんあロックオンしてなかったおおかっこいい注目状態でちょ読めなかったあとで編集してみるか力を貯めて放てばため攻撃を繰り出せるその攻撃を敵に加えよあーまあため攻撃はね定番ですよねん何こうやんなはいおっかっこいいガーディアンナイフ小型ガーディアンが装備している剣古代の技術が使われた青い刀身を持つ耐久性はあまり高くないでもかっこいいえ取れないあ今回はこいつを倒したら終わりなのかなよくぞ全ての技を体得したさあ奥へこれで戦いの幅が広がりますね面白いなガチャーンあまだ宝箱がある今回は宝の山だこうしてこうやってなるほど戦いやすそうあーすごい面白いなやっぱりさあ開けようタラタタラタタンオパールか60ルピーやったかなもう何でもルピー換算してしまう悪い癖が出るはいオッケースキップとどんな指定してんの克服の証を手に入れました今回はどんなああ今回の人はちゃんと座ってるねこの前の人なんかすごい怠慢な態度だったんですよねさようならさちゃちゃっとクリアしたしあとはインパさんのところに行くのみでもああそこも怪しいいろんなところ探索したーいあこれは服屋さんじゃないかショップだいいもん売ってるかなおどうやって買うのいらっしゃい呉服屋オシャンティーへようこそオシャンティーやろそれうちにあるクラコレの特別な服ばかり何クラコレってパンコレ的な特にそこにある忍びスーツは今シーズン一押しとなっております不要品の買い取りもしていたしていますのでいつでもお声かけください
クラコレって何？ん？クラコレって言ったらクラリコレクションに決まってるじゃないですか。なんすかそれ、パクリじゃないんす？私のおすすめなんで本当におすすめなんですよ。それぞれの服にはそれぞれの機能があって、それぞれだからそれぞれ見ていってくださいね。早口言葉みたいになってんぞ。そうか、ゼルダは商品を見て買うんだ。あ、ハイリアの服、ハイリアのフード、へー。3、あんまり強くないな。フードはでも欲しい。頭装備なんもないんすよね。ん？それ良くないですか？オシャンテー限定の特別装束なんですよ。いいね。それを着ると足音が出にくくなるから、狩りなんかで使うと重宝しますよ。なるほど。その分ちょっと防御力は弱くなりますけどね。いやー、特殊スキルがついてる方が俺は欲しいっすね。ん？噂のミツバちゃんボリューム1、なんだろう。いや、俺別にこんなの読むつもりなかったんですけどね。サンドの飯より噂好きミツバやで。みんな噂してる？今回の噂スポットはここ、ラブポンド、ラブホテルか。ここは運命の人に出会うという伝説のラブスポット。ああ、あの引っ掛け橋みたいな。生涯かけても探す価値あり。ミツバおすすめ度、いきなりマックスじゃねえのこれ、星5って。それで終わり？ボリューム2に続く。うわー、切り方うまいな。めっちゃ気になる先が。今度見つけたら読もう。忍びマスク、これ欲しいな。静かさアップ、これ買います。うん、買うしかない。はい、おー、忍びマスクゲット。カツラはいらんけどね、すごく似合いますよ。忍びスーツ、あ、これも欲しいですね。700、これ下買えないんじゃないか、このペースだと。買えないよね。いくらすんだろうこのズボン。うわー、600ルピーか。どうにかちょっといろいろ売ってからお金を揃えてみるか。135ルピー、うわ、しょぼいな。22ルピーかよ。57ルピー、ただ届かんな。はい、もう少し、もう少し、もう少しだから頑張り。アマロニ60、はい、あと5、煮込み果実、オッケー。これで意識揃うんじゃないか。さあ、忍びタイツ購入します。オッケー、やった。やっぱ装備を一新すると嬉しくなりますよね。ワクワクする。じゃあ着替えてみます。はい、どうですか。着替えてみました。なかなかかっこいいですね。忍者服みたい。おお、すごい。こっちの服も全部買いたいな。こっちの服は安いんだね。いつか買いに来るぜおばちゃん。またルピー貯めたら来るぜ。さよなら。誰なの？ってやだ、名前かわいいな。お前ラズリって。お兄さんって私の好みのタイプかも。確かにリンクさんはかなりのイケメンですからね。多分ゼルダシリーズって男にも勝るとも劣らず女性に人気ありますよね。しかも腰にシーカーストーンなんかつけちゃって。あ、知ってるんだ。うわか、ちょっと怖い顔してんな。シーカーストーン、それってすごい人しか持てないすごいもんなんでしょ。よくわかんないけどお兄さんきっとすごい人なんだね。マジか、俺すごい人だったんだ。実感はなかったけど。何もない。ここはなんだろう。9本でも人参。ん？1本でも人参だろそれ。あー、なんか料理していこうかな。さっきいっぱい売っちゃったからちょっといっぱい料理作っていこう。頑張りだけ、鶏肉、そんぐらいかな料理。よし、料理はこれぐらいでいいかな。まあまあ作ったぞ。まあ最近そんなに料理食うことないからね。拾い食いのものだけで十分足りてるからそんなに料理必要なかったけど。おお、リンゴだ、やったー。いっぱいリンゴがあるぞ。なんだ、怒られる。何やつ、ここはインパ様のお屋敷。あ、びっくりした、リンゴを取ったの怒られたのかと思った。ん、それはシーカーストーンということはお主、いやあなた様はもしや。その横目で見らんで正面から見てください。失礼いたしました。お話はインパ様より伺っております。どうぞ奥へお進みください。ついに来るかインパ様。うるわしゅうインパ様。あ、なんだ、雑巾がけしてる。あ、
それはシーカーストーン。もしやあなた様は祖母が話してくれたリン、あの忘れてわけではなく言葉がうまく、私はパパパパパパパヤ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 パーヤと申します。あ、言えた。可愛いなこいつ。自分の名前ですから当たり前でしたね。申し訳ございません。幼き頃よりそばからあなた様のことは伺っておりました。どうぞ中へお入りください。祖母が随分とお待ちかねております。パーヤか。なんかでもちょっと名前がバーヤみたいでかわいそうな名前してんな。もうちょっとかわいい名前つけれなかったのか。なんかナルトでいうあのヒナタみたいな感じなのかなこの子は。とするとリンクのワンチャンあるか。さあインパ様。やっと目覚めおったか。久しいのリンク。すっかり年を取ってしまったが覚えておるじゃろ。マジかよ。違うか。どうした、この我を初めて見るかのようなそのマナコ。我はインパじゃ。インパの亡くらいは覚えておるじゃろ。へえ、こんなおばあちゃんなんだ。そなたやはり記憶が、まあ今はむしろそれが救いかもしれん。リンクよ、もそっと近くへ。100年前、そう、ハイラル王国が滅びた100年前のあの時、ゼルダ様は最後の希望として倒れたそなたを聖なる眠りにつかせ、そしてお一人で、たったお一人で厄災ガノンのもとへ向かわれたのじゃ。そのゼルダ姫、そなたに向けたある言葉をこの我に残された。そのお言葉をそなたに伝える日を我は100年待っておったというわけじゃ。しかしじゃ、姫様が命を懸けそなたに残した言葉、その言葉が賜うこと、すなわちそなたも命を懸ける覚悟を決めるということ。とはいえ記憶を失った今のそなたに押し付けることはできん。姫様のお言葉を賜う覚悟ができたならまたここに来るがよかろう。来るしかないじゃん。そんなもう言われたら他に道はないんだから。グランドセフトオートみたいになんかセカンドライフを楽しめたらまた別ですけどね。姫様が命を懸けそなたに残した言葉、生半可な覚悟のものに伝えることはできん。そなた命を懸ける覚悟はできたか。ちょっと考えます。100年待つことのできたこの我が一時も待てんとでも言うと思うか。大事な決断じゃ。あ、そうなんだ、優しいな。なんか私の話を聞けとかいうあのじいさん、どこぞのじいさんとはちょっと違いますね。できました。はい、これはこれは記憶を失おうともそなたは変わらぬな。正義感だけは突き進まんとするその真面目さは昔のままじゃ。よかろう。そなたは記憶を失っておるのでの、順を追って話していくとしようかの。ハイラル王国の歴史は太古の昔から幾度もガノンという名の厄災に見舞われてきた歴史。その度勇者の魂を持つ者と女神の血を引く聖なる姫の活躍によって平穏を取り戻してきた繰り返しの歴史なのじゃ。ガノンとの戦いを伝説として幾度も刻みながら時は流れた。これより語るは今から10,000年ほど昔の話じゃ。当時のハイラルは高度な文明を花開かせておった。それはもはや魔物すら脅威としないほどじゃったという。人々はその技術や力を勇者と姫の助けにしようと考えた。厄災が復活しても
その封印を確実にするものを作ろうとな。彼らは人が操る四体の巨大な獣、神獣、そしてガーディアンと呼ばれる自らの意志で敵と戦うからくりの兵を作り出した。神獣を操る4人は特殊な能力に秀でた者より選び出された。こうしてガノンに対する術は整えられたのよ。そして再び厄災ガノンが復活し、ハイラルを襲った時、彼らは勇者や姫と共にガノンに立ち向こうたのじゃ。ガーディアンは小さいながらも数を生かして勇者たちを守り、神獣はその巨体から猛撃を放って奴の力を削り取った。そして大麻の剣を持つ勇者がガノンにとどめを刺し、聖なる力を受け継ぐ王家の姫が見事奴を封印したのじゃ。そして100年前、予言された厄災ガノンの復活に備えるべく1万年前の伝説に倣い、我々は準備を急いだ。しかし結果は、我らはキャッツを侮っておった。そして二度と同じことを繰り返さぬよう、姫様はそなたにこの言葉を託されたのじゃ。四体の神獣を解放せよと。わかった、四体の神獣。4体の神獣、それは厄災ガノンに倒された4人の英傑が操った古代シーカーの兵器のこと。ゴロン族ダンケルが操った神獣バ・ルーダニア、リト族リーバルが操った神獣バ・メドウ、ゾーラ族ミファーが操った神獣バ・ルッタ、ゲルド族ウルボザが操った神獣バ・ナボリス。神獣たちの力をなくしてガノンに立ち向かうのは困難を極めるじゃろう。100年前ガノンに奪われてしまった神獣に乗り込み再び我らの手に取り戻すのじゃ。神獣たちの手がかりはハイラルの各地に住む4つの部族のもとにあろう。わあ、行くところが一気に広がった。シーカーストーンの光がそなたを導いてくれよ。その場所にいる部族の長に会ってくるのだ。4体の神獣を解放せよ。わかりました。これが重大なミッションですね。しかしそのシーカーストーンはまだ完全ではない。ゼルダ様が残された、それは道しるべ、そしてそなたの記憶そのものじゃ。そうだの、果ての村の古代研究所なら力になってくれるかもしれんぞ。果ての村って、あ、ここも教えてくれるんだ。こっからやっぱ果ての村に行くには東に行ったらいいって途中で言われましたからね。その東の果てで光っておるのが果ての村じゃ。大厄災の被害を免れた数少ない村の一つじゃ。あ、これもミッションなんだ。ゼルダの道しるべ、そなたはゼルダ様のこのハイラルの希望なのじゃ。さあ、もう後戻りはできん。己の心に従い突き進むがよい。インパを訪ねてコンプリートしました。もうちょっとなんか情報手に入れられないかな。どうした、もしかして決心が鈍ったわけではあるまいな。お前は目覚めたばかり、すぐに厄災ガノンを倒せたとは言わない。まずその壊れたシーカースターを直さ。これ壊れてんの。急ぎ果ての村の古代研究所に向かうがよい。わかった。俺の知ってるインパ様はさ、凛々しくてから機敏な動きをして槍も大剣を使えるような水属性の素晴らしい方だったんですけど、
まさかこんなガチャッパのテトリスになってるとは思わんかったな。まあ100年も経ったら普通はこうですよね。ゼルダ姫がおかしいんだよね。あれなのかな、シーカー族は普通に年を取るけど、ハイリア族、ハイリア族っていうのがいるのかな、は年をしっかり取っていくのかな。すごいな、この耳がやっぱり長いとエルフっていうのはよく生きられるのかもしれん。何もないな、これ。アパーや。パパ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 パ、リンク様、このような時間にどうかされましたか。魔は暗闇と共にやってまいります。どうかお気をつけてくださいまして。パーヤ可愛いな、一緒に仲間になってくれ、うん、俺と一緒に戦わない。もうゼルダどうでもよくなってきちゃったな。じゃあ行くか。